はい、こんにちは、マロです。僕のチャンネルではですね、今までたくさんのイヤホンや、ね、ヘッドホンを紹介してまいりましたけども、ようやくですね、この日が来ました。4月にイヤホンさんで作成した僕だけのイヤホン、人生初のカスタム IEM が、着弾しました。いやー、待ってた、ずっと待ってた。やっぱりオーディオファンにとってはカスタム IEM はもう夢のアイテムなんでね、いつか手に入れたいとずっと願ってました。その夢がですね、本日ようやく叶います。カスタム IEM って何って方もいらっしゃると思うんですけど、カスタム IEM はですね、イヤーチップで装着するイヤホンじゃなくて、自分の耳の型を取って作るオーダーメイドのイヤホンでございます。プロのミュージシャンがライブなんかで正確な音を聞くために使っていることが多いですね。そう、この私マロだけのイヤホンなんですよ。最高ですね。で、カスタム IEM メーカーはもうそれこそたくさんあるんですけども、僕が選んだのはこちら。ほい、それではですね、自分だけのイヤホン拝ませていただきたいと思います。ご会長、サンキュー。パッケージも高級感ありましたよ。まあ、制作費とかフェイスプレートの金額合わせて今回30万円ぐらいしました。僕が選んだモデルはですね、はい、こちらアルティメットイヤーズ UE ライブでございます。アルティメットイヤーズはね、カスタム IEM のメーカーとしては非常に有名なんですが、まあ、その中のね、フラグシップモデルを今回選びました。ではね、初対面といきましょうか。よいしょ、まだ見えない、ドキドキする。あ、この中に入ってるんですね。よいしょ、はい、こちらがですね、僕の汚い耳の型をね、取って作られたカスタム IEM UE ライブでございます。いやー、かっちょいい、めちゃくちゃかっちょいい。このデザインもね、めっちゃ悩んだんですよ。カスタムアイムってこのフェイスプレートの、ね、デザイン自分で決められるんですけども、まあ、素材によってはね、ちょっとお値段がね、追加されたりするんですけどね。で、それにめちゃくちゃ悩んでさ、過去にお客さんが作ったデザインを参考にして今回ね、このフェイスプレートを選ばせていただきました。シルバーのブラッシュメタルと、片側カーボンですね。で、カスタムIEM って皆さんね、写真で見たことあると思うんですけど、なんか派手なやつが多いんですよね。ですが今回 UE ライブはですね、このシルバーとカーボンの、まあ、シンプルでかっこいいですね、デザインを選ばせていただきました。っていうのがね、僕もう一つ買ってるんですよ。そっちはね、ちょっと派手な味付けにして、こっちはね、ちょっとシックな感じでまとめてみました。いやー、最高っすね。そして裏面がですね、こちら裏面もですね、シンプルにクリアな素材にしてます。このクリアこそカスタム IEM っていう感じがしますよね。で、これがですね、僕の耳の形をね、かたどって作られた形状でございます。気持ち悪いです ね。なんか自分の耳の中ってこんな感じなんだっていうね、ちょっと不思議な気持ちになったりもします。普通のイヤホンと違ってものすごくこう湾曲してうねうねしていてね、この長いノーズがですね、僕の耳の奥に届いて気持ちよくですね、焦点させてくれるわけですよね。本当何言ってんでしょう、気持ち悪いな。で、この UE ライブはですね、端子が非常に独特の形状になっておりまして、だいたい MMCX やカスタム IEM だと2ピンとかが多いんですが、 IPX コネクションシステムというね、独自の端子規格が採用されてます。これはデンマークの会社のエストロンと共同で開発された独自規格の端子で、軽量さとウォータープルーフ規格 IP67 を取得しているそうです。ですから端子部分に対人耐水性能が備わっていて、ライブとかだとね、アーティストが汗をかくことも多いんですが、そういったプロの演奏環境でも安心して使えるそうです。僕もこの IPX のケーブル1本も持ってない。 MMCX よりかなりね、細い端子になってます。そしてケーブルはですね、 UE スーパーバックスケーブル、銀メッキ同率線で構成されておりまして、まあ、音源に忠実なサウンドを表現してくれるみたいです。ケーブルがね、めちゃくちゃ細くて耐久性すごく心配なんですけど、なんとですね、この細いケーブルで4キロのね、ダンベルを持ち上げることができるくらい丈夫なケーブルになってるみたいです。そして本体にはですね、8機のドライバーが搭載されておりまして、ドライバー構成は6機のバランスとアーマチュアドライバー、そして UE 独自の技術で作られたトゥルートーンプラスドライバー、そして 6mm のネオジウムダイナミックドライバー1機という合計8機の構成になっております。いやー、すごいですね。今僕が持っているイヤホンの中で一番多いドライバー構成ですね。それではですね、実機使ってみたいと思います。人生初のカスタム IEM はめますよ。おー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 、あ、すごいわ。なんかね、一回耳にはまったらもうびくともしない感じがする。こうやって引っ張ってもなんかね、全然ピクリとも動かないような感じ。なんかね、イヤホンがこう耳にしがみつくと言いますか、耳にこうガチャコンとね、ロックされたような感じですね。あー、これはね、安心感半端ない。
プラスですね、イヤーチップでキュッとなるような不快感っていうのも一切ございません。あーこれはすごいわ、めっちゃ楽。でもね、最初はやっぱり素材が硬いので耳にゴツッとした感触はあるかな。でね、初めてのカスタム IM なんで、これぴったりでいいのかな。特に圧迫感を感じたり不快感っていうのはないし、スカスカしてる印象も全然なくて、音もねしっかり遮音されてるんですけど、でカスタム IM もね肩を取って作るんで、で肩取る時にね体調とかが悪いと耳がむくんだりして、いざ来たものを装着した時にサイズが合わないことがあるんですって。その時にサイズを再調整するあのリフィットっていうのをしないといけないみたいなんですけど、それは今のところ必要なさそうかな。ちょっとそれをね心配してたんですけど、今のところ大丈夫そうです。多分ぴったりじゃないですかね。いやでもこの耳にがっちり張り付いた感はすごいですね。今までのイヤホンでは体験したことのないような感じ。確かにこれに慣れたらね、あのイヤーチップを利用するイヤホン使えなくなるかもしれない。さすがはオーダーメイド。ただね、あんまりにも一体感が良すぎるせいか外しにくい、なんかわかりますかね、このノーズがねかなり耳の奥に来るんですけど、外す時にこれがね引っかかって痛いんですよ。で外し方とかもあるのかなと思っていろいろ調べて試したりもしたんだけど、なかなかすっと外せなくてね。まあもともとそんな感じなのかな、カスタム IM って。まあ、それとも僕の外し方がおかしいのか、耳の形状がおかしいのか、頭がおかしいのか、まあ全部なんでしょうけど。ではサウンドね、聞いてみたいと思います。あーすげー。これね、作る前はイヤーチップで使えるユニバーサルモデルっていうので試聴したんですけども、なんかねその時には感じなかった聞こえ方してると思う。2ヶ月前に試したんでね、あの正確なサウンドちょっと覚えてないかもしれないんですけど、ここまで音近かった、ダイナミックだったっていうことはなかったと思う。音がすっごい近いんですよね。でも近いんだけど不快じゃないの、全然。なんか耳に近いというよりは耳通り越して頭の中で鳴ってるっていう感じ。僕のこの空っぽの頭蓋骨の中を音が満たしてるような感じ。なんか耳突き破ってもう脳で直接聞いてるような音の聞こえ方ですね。今まで使ってきたどのイヤホンともヘッドホンともこれは違う。もしこれがユニバーサルモデルとカスタム IM の違いだったら、もうイヤホンとして全く別物ですよ。いやーこれはすごいサウンド体験ですね。気持ちいいな。でこれ聞いた後に他のイヤホン試してみると、なんか物足りないんですよ、すごく。それくらい脳に直接サウンドがアプローチかけてるような印象です。いやー超楽しいねこれ。でも外しにくい、痛い。それではですね、この UE ライブ実際ね使ってみた感想をお伝えしたいと思います。この UE ライブ、簡単にまとめますと、どこでもライブ会場になる、そんなサウンドでございます。これ作る前に僕がいろんなモデルを試聴して悩んでた時に店員さんがおすすめしてくれて、ただ一聴していい音だって感じる人は結構少ないみたいなんですよ。その代わり独特の味に惚れ込むプロだとかオーディオファンがめちゃくちゃ多いらしいんですよね。でまさに僕もそう感じてこいつを選んだんですよ。他のイヤホンにはない独特の魅力っていうのがすごいあってね。っていうのが、普通のイヤホンのようにサウンドはっきりくっきりしてますよ、音の締まりめちゃくちゃいいですよっていうイヤホンではないんですよ。どっちかというと丸みのある、人によってはねちょっとこもってると感じる人もいると思う。でもしばらく聞いてみたら、あこの音絶対癖になる、また聞きたくなると思ったから今回この子を選びました。強いて言うなら、今まで聞いてきたイヤホンの中で一番リアルなサウンド。正直高額なイヤホンになるとものすごく音くっきりしてるし、シャープだし綺麗じゃないですか。高音域なんか特にくっきりしていてね、中音も低音も雑味がなくてものすごく締まりが良くてね、まるで彫刻のように作り込まれたサウンドっていう感じなんですけども、でも実際ライブとかで演奏している音を聞くとそんなことないじゃないですか。まあ、空間に反響したり広がったりして、そこまでくっきりシャープではないと言いますかね。その音が空間に広がって、その聞いている人の耳に届くまでの変化をリアルに表現したイヤホンっていう感じがします。名前の通りライブ感をこれでもかって味合わせてくれるようなサウンドですね。音場もかなり広いんですけど、あちゃんと空間に伝わって広がってるなっていう印象がすごく強いですね。だから脳で直接空間的なサウンドを楽しんでるような気分になってきます。で変に繊細な味付けがされてないので、純粋に音のパワーがすごい。低音のボリューム感はものすごく迫力があって、どっしりね構えてるんですけど、決してね低音寄りのイヤホンではないんですよ。中域の厚みや伸び、丸みはあるけど芯の通った力強い高音域、全音域に凄みがすごくある。どの音域もパワー感すげえなっていう感じがして、全体的に見るとフラットっていう感じですね。
でも重低音好きでも全然満足できるサウンドの重みっていうのはしっかり感じます。ですから低音だけがね決して目立つわけじゃなく、楽器の音の美しさだとか、伸び、そしてボーカルもね気持ちよく前に抜けてきてくれます。ドラムは一発一発ねドンとなってふわっと広がってズシッと沈んでいきますし、シンバルやハイハットのねサウンドも尖りすぎてなくて金属音がしっかり表現できてる。ベースの音もですねバスの音と混ざることは一切なくですね独立して表現してくれていて、分離感定位感っていうのもすごくしっかりしてますね。エレキギターもねギューンと滑らかでね伸びのいい音してますよ。これはカスタムIEM の効果なのかな、ジャーンって鳴らしてる音ももちろん気持ちいいんですが、ミュートやカッティングのあのトゥクトゥク感、これがねもうこそばゆくなるほどしっかり近く聞こえてめちゃくちゃ気持ちいいの。それくらい分離感だとか細かい表現っていうのもしっかり伝えてくれますね。高音にしっかり丸みもあるのでボーカルもね突き刺さることなく、すごく滑らかでね艶っぽい歌声を聞かせてくれます。他のサウンドに埋もれることがなくて本当リアルな肉声っていう感じで、これがいいんですけども、それらのサウンドが音場をねもう隙間なく埋めてくれてる感じがいいですよね。その満足度はね今まで聞いてきたどのイヤホンよりもレベル高いと思います。しっかり空気を伝って音が広がってるような印象が強いので、音場の隅々までね音が行き渡ってると言いますか、もう音の入る余地ないぜ、大気全体音で満たしちゃってるぜっていう何とも言えぬね満足感がありますね。だからこそ全体的にフラットなんだけど他のイヤホンでは味わえない迫力だとか、表現っていうのを体感させてくれると思います。ただ高音域がクリアだとか明瞭感がすごいだとか低音のボリューム感がいいだとか、そういったイヤホンでは味わえないサウンドっていうのがこの UE ライブにはあります。ですからもしこれをね購入考えてる人がいるんだったら、初見で判断せずにじっくりと聞き込んでみてください。いつの間にかね惚れ込んでるんじゃないかなと思います。というわけで僕が選んだカスタム IM UE ライブ紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。先ほども言いましたけど僕もう一つねカスタム IM 購入してます。でどっちかというとそっちの方が本命なんですよ。今回 UE ライブのこの今まで体験したことない独特の味のあるイヤホンと、もう一つですね音の明瞭感とかクリア感、締まりだとかシャープなサウンドのタイプ2つ選んだんですけど、正直ですね UE ライブはこういったサウンドで楽しみたい時もあるだろうなと思って購入したんですけど、なんかね聞いてるうちにどんどん好きになっていく、どんどんこのリアルなサウンドにはまっていく、これを聞いた後に既存のイヤホンを聞くとちょっと寂しくなるような、ですからあくまでサブとしてね購入したんですけど、これがねメインに踊り入れる可能性めちゃくちゃありますね。これから使っていくともっとね大好きになっていきそうなので、初めてのカスタマー IM ね大事にしていきたいと思います。またもう一つがね届きましたらレビューさせていただきます。カスタム IM を探した方はぜひね視聴してみてください。最初はうーんってなるけどしばらく聞いてるとね、あ好きってなりますからね。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。